フェムテッドを用いて振り子振動を応力かと解析した解析事例を示します。振り子が傾いた状態を正解析し、かと解析のモデルでその結果をインポート解析することで、振り子振動の解析を行うことが可能です。連結部のモデリングに工夫が必要ですが、同様の方法で2つの振り子が連結された振り子振動の解析も可能です。 単一の振り子の場合、規則正しい振り子の動きを示しますが、2つの振り子を連結させた場合、2つの振り子は複雑で不規則な動きを示します。